こんにちは、ゆうです。バズドラの大塚です。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。ちょっと昨日ね、昨日というか、まあこの撮影時点での昨日なんですけど、5月12日金曜日ですね、今。はい、ちょっと動画を休みしてしちゃって申し訳ないです。いろいろね、ちょっとバタバタしてて、ちょっとお仕事の都合上、はい、それでまあ屋上の動画とか、クエストの動画とか、なかなかね、じっくり腰を据えてやってる時間がなくて本当に申し訳ございません。それでもね、はい、変わらずチャンネル登録し続けてくださってる方には本当感謝です。ありがとうございます。それではね、まあ今日はね、今日もね、実はあんま動画撮ってる時間なくて、この動画も編集してるの、今日12日中に上げれるかもわかんないんですけど、はい。それでは今日やっていきたいのはですね、レアガチャ、四季神使いとあやかしフェスでございます。はい、おめでとうございます。はいはい。まあいろいろあったみたいですけどね、僕はこれは別に、アグリゲート狙いでいきます。式神使いとあやかしじゃなくてですね、アグリゲートが欲しいんですよ。アグリゲートさえいればね、ちょっとウルトラやとね、僕の持ち駒じゃね、持ちキャラ、所持キャラじゃ厳しいんで、まずね、これに乗っかってもう 0.5% 打ち抜こうという作戦でございます。それではね、まずね、無料から、まずはね、ちゃんと開催記念式神使いとかあやかし確定ガチャ。これもちゃんと楽しまんとね、はい。無料からね。全然。金出るんやったっけこれ。大きい。僕ね、全然持ってないですよ。ちょっとお見せしますわ、もう所持キャラ。はい、こんな感じなんですよね。式神使いとあやかしの所持キャラ。お札だけ無駄にっていうわけでもないですけど、ちょいちょい作ってはいるんですけど、ほんまに大きいと、ほんまここら辺しか持ってないんですよね。まあ、これを機にね、まあ、式神使いとあやかしもたしなもうと。はい、そういう気持ちでございます。はい。それでは、クリア報酬、開催記念式神使いとあやかし確定ガチャ。これはね、ちゃんとクリアしてきました。はい。はいよ。いや、ダイヤ、僕メインアカウントでダイヤ出てないけどな。さっき紹介した中入っとったよな、この薄井くん。入っとったよな、くなしやった。ごめんなさい。薄井くん。誰だっけちょっとわかんないんですけど。はい。進化したらどんなになるんや。サメになるんよね。はいはいはい。よし。散々ね、パズドラ界隈を、賑わしてる問題の、解説登場記念、ね。式神、星長くて、式神使いと、あやかしらじゃ。僕はじゃあ、見かけ出しましょう。よろしくお願いします。はい。これはね、もう確定やね。確定演出ね。確定演出ね。見かけ出しましょう。別にどのキャラでも嬉しいんですけど、あえて言うのは見かけ？僕、トーカ実はね、一番好きなんですよ。式神使いとあやかしで。トーカ、やっぱね、僕、多色が好きなんですよね。やっぱリリース当初からやってるんで、パズドラは。ホルス時代とかめっちゃ多色に憧れましたし、ラーとか使える方、めちゃくちゃ憧れがあったんで、いや、これ嬉しいな。普通に嬉しいな。よし。それだね。ユーザー情報。購入歴、無料配布、43個でございますね。僕、わざと2余りにしてます。はい。どうせ全突破してしまうからです、僕は。僕の悪い癖です。はい。でもね、0.5% をね、打ち抜けに行こうというね。狙い撃つぜ！ああ！もう持ってるのばっかりやん、もう。そこは狙い撃ってないんですよね。狙い撃つぜっていうのはね、ダブルオーガンダムのね、ロックオンスラストスのニール・ディランディの方の発音です。で、狙い撃つぜがライル・ディランディの方の発音です。そんなん言ってたら金玉やん。タヌキ、ポンポン、ポンポンちゃう、ポンポコか。平成タヌキ合戦、ポンポコ好きですね、僕。いつでもお前が、ずっとそばにいる、思い出しておくれ。って言ってたら出てきてくれたけどさ、最後覚えてないよね歌詞。
いやーちょっとやばいな。で最後の映画版のライル・ディアンディの発音が乱れ打つぜってあのお兄さんの発音に近く、ちょっとアルデシャやったっけ、アルデシャやね、こっちの方が名前覚えてるわ。転生進化したんですね。はい、そろそろやばいよ、こんなポンポコの歌歌ってる場合じゃないよ、ほんま。よっしゃー、今日来ました、初ダイヤ。おー、陰陽師、陰陽師はね、僕、あ、だ、どなただったっけ、あの陰陽師、あの実写ドラマ、実写、じゃ映画、映画、日本の映画の邦画なんですけど、めちゃめちゃ好きな陰陽師があって、どなただったかな、名前が出てこへん、歌舞伎俳優さんの、歌舞伎役者さんのドラマなんですけど、じゃあ映画なんですけど、え、6回、8回いけたんでしょう、8回中1ダイヤ、それはあかんねえ、それはあかんねえ、もう当然のように金出るよね、当然のように金出るよね、もう結構諦めてきてるよ僕、もう武器作ろうか、サノーもそうそう、さあ、あと2回ですね、はい、確定最後に残しといた方が良かったかな、いやね、やっぱ僕全突破しちゃうんですよ、だからもう変リル君やん、ヘンリル君は、なんか、ここら辺ももうちょっとね、もうちょっと強化されたらいいっすね、なんか、うん。はい、確定と、石使ってまだ8回中1回しかダイヤ出てないんですよ。まあでもね、僕、結構ね、アグリゲート2体出るビジョン見えてたんやけどな、未来予知してたんですけどね。じゃあそれをまあ一体やったということですね。はい、それではまあしたいと思います。ラソンさっ、マジか、マジか、いや、しかもまたこいつが、いやー、きつ、最近どこ、どういう子いった僕のガチャ運、あれガチャ運を置き去りにしてきた、もしかして。それでは結果見ていきましょうか。はい、この下2つですね、なんかね、もう2ペアぐらいできますよね。はい、普通に、はい、大きいポンポコタヌキチって言った方がいいんかな。まあまあまあ、でも唯一の救いが10日が出てくれたこと、星7確定でありがとうございます。はい、それではこの辺でね、今日の動画お開きにしたいと思います。ちょっと最近メンバーシップの方も増えて、ご加入してくださる方が増えてきて、嬉しい限りなんですが、はい。まあ、こんな動画、しょうもない動画しかお届けできず、申し訳ございません。はい。まあ、もしね、このね、まあ、言うたらね、飯うま動画、はい、良かったよっていう方、チャンネル登録、高評価していただけると、大変大変、僕も浮かばれます。はい。もうお空に、シューって行っちゃいます。最後までお知らせありがとうございます。よかったら、概要欄の活動一覧というところの、リンクを踏んでいただければ、僕の SNS が、全部詰まったものが置いてあるんで、そこでね、何かしら、まあ、お気に召したものがあれば、フォローしていただけると嬉しいです。それでは、もう爆死2連続ガチャ動画、きついね。それでは、お疲れ様でした。